星のドラゴンクエスト、あ、流れ星。はい、どうも。ヒュンヒュン、やめてやめてやめて。何がヒュンヒュンやねん、ほんま。ヒュンヒュンちゃうの、あれ、ほんまに。お前何なんじゃ。グーパンってヒュン、やめて、気持ち悪い。ヒュンっていく。はい、どうも、森しがりです。今回ですけどね、星ドラの熱いわ、ガチャをちょっとクーラーつけて。あ、そうですよ、僕ガチャを、あ、違う、クーラークーラーつけよう。これ多分ヒートアップしてまうから、今から、まあ、無課金でやったほうがやっぱ余計に、無課金なんでね、やっぱりね、このジェムの貴重さ、じゃあこの緊張感すごいんで、で、なんでこれガチャ引こうかと思ったかというと、ちょっとね、今長老寺を撃破した後でちょっとね、攻撃力が低すぎてちょっとしんどいんですよね。ああ、もうダンジョン自体が、まず、まあこいつ、この二人ね、親方とチューニーは、まあまあまあ、あれやねん言っても、まあ装備は星4の装備なんで、一応はあはあ、星4装備、一応、まあ、まあまあまあ、一応星の装備やから、まあええと思うけど、こいつ星3やから、こいつ主人公星降る剣、こいつなんかもうかっこいい、えらいかっこいい名前やけどな、剣の最初の第1話でもらう武器やから、これおじいちゃんからもらう武器やから、あ、かっこいいや、もうこれきついわけよ。でもやたらね、見た目的には、ただまあ力は一番高いんやな、110で。ああ、まあこれ武器の防具の力と、あとまあ職業、110って全然なんや、全然。だってミニコカじゃ、逆に言ったら今の俺の借りるフレンドのレベル見たら分かるけど、もう段違いやから。ちなみにね、フレンドのレベルを見とくと、どんなレベルの人がいるかっていうとね、フレンドに。まあね。え？オルテが ?152 レベル。やば、あ、強いや。こんな。もうで、無知でいこう、無知でこれ。まあまあ、無知で。あ、まあ無知でな。全体攻撃で同じような攻撃力。やば、星5の武器ってやばいな。ほら見て、ほら、こんなん。うわうわ、ドンビキラーは。ほら、こんなんしこらへん。いや、ごっつごっつごっつ。もうこんなんしこらへんわ。で、100、今何倍だっけ?100やって今。今100。3はやばいな。星さんはもう限界やねん。だって強化しようがないから、これ以上。あ、でも5100個ってことはもうちょっとしか引けへんわな。いや、一応10連プラス5回ぐらいは引けるで。はぁ。でも俺は今回単発でもう一発で出そうと思って。出すんや。気合い。一発で出す。一発出す。はぁ。10連とかしないんでね。単発で出たら終わり。星4以上の武器が出たら終わり。300個使うと。そう。星5出る可能性もあるわけやもんな。いや、あるで。まあ俺でもぶっちゃけ星4狙い。単発で引いたことあるっけ？ないで。うわ、星4狙いから俺でも。星5狙ってないから。そういう、星4、そういうこと言いやすい。いや、そういう星5狙う気持ちが星3を出してくるから星4しか狙ってない。星4逆に。ちなみにこう提供の割合を見とくと 28% で出るから。4分の1。まあこれ28%でも、え、4分の1以上やん。だから35%で、あれ言ったら星3以下が出るから、簡単言ったら 35% で言ったら3分の1確率で4か5出るわけよ。やばい。そう、だから結構割合的には高いですよ。で、狙いは俺は星4の、やばいな。狙いは俺覇者の剣が、あ、プラチナソードぐらいかな。はぁ、狙うわ。あー、でもそれかも、ハンマーとか、この。あー、もう星4の。そう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 。星4の武器を狙っていく。星4の武器欲しいな。武器じゃないと、でもやっぱり。いや、意味ないから、武器じゃない。武器の星4以上を引くまで、いや、星4を引くまでとりあえずやる。あいつが装備できんかったらいいんや。いや、意味ないです、それだったら。だから、剣か、斧か、ハンマー。この3つどれか。剣、斧、ハンマーの3つ。剣が一番いいわな、それは。メタスラの剣かな。これを手に入れたらな、もう。声も最強で。すごいな。最強装備。で、こうおかしいんだよ、まぁ、いろんなとこおかしい。キラキラやん。これはマジメタセラの剣はな、おかしいねんから、これ見て、 320% の倍率。うわー、やばいな。え、最大攻撃力126。他のやつだって 140% とかないんで。え、おかしいわ、やばい、バケモンせえな。じゃあもうそれ当てたら、これ当てたらもう、祭り行くわ。あきまつり、あきまつり、担ぎ行くわ。よっしゃ、行くわ。絶対行かへんやろ。いや、行くわ、俺やったら。行きます。じゃあ、いやー、もう1回勝負。いや、これもう1回勝負やから、これ確定だ。1回1回や、ほんまに頼むぞ。この演出で福引きを引く。お、絶対来いよ。福引きや。うわ、え、なんかやばそうや。え、あれでしたっけ、音が高いけど。いや、なんかもうこれ、こんなんしようかな。あー、よかった。宝箱揺れたもん、ほんまに。でもこれ、あれ、縦やろ、揺れるん。いやいやいや。3回揺れたら。いや、回転したりする、これ。うわ、頼むぞ。バク転。バク転はないやろ、絶対。どういうことやろ、バク転する。火を入っとんちゃうやろ、ほんまに。バク転演出だとやばいけどな。はつき先輩、お願いしまーす。え、取れ、お、え、全然吹き返んけよ、もう。あ、武器や、武器、武器。いや、いらんて、こんな。アックセイ。いらんや、星さんやから。星さんが一緒なんで。あかん。うわぁ。あ、でも強いな、攻撃力。もっと跳ねないとダメなんですね。これでいいんちゃう。まあ、斧自体が強いな。あかんわな。いや、あかんあかん。こんな意味ないって。一回は跳ねな、そら。一回は出さない。一回跳ねたら4。跳ねた瞬間もう決まるんや。跳ねたら勝ちやる、一個。一回跳ねたら。二回跳ねたらもうもっと勝ちやって。三回跳ねたら3回跳ねろ。ちなみに、さっきのどれが強いの？4回ぐらい跳ねる時あるんちゃう、もしかして。5回ぐらい跳ねんかい。ミタスラ系やったら5回ぐらい跳ねるんじゃない、ほんまに。え？あ、ここはもう、おー、一個もうこの時に決まったやん。なんか確定とかないんかな、この辺で。なんかその、これ以外の。銀色とかな。もう押す前からやばいみたいな。なんか、中の色が。まだ出てへんのじゃない、金色とか。ありそうですよ。スターの。もうレインボーとかじゃない、やっぱ。よく見たらレインボーにも。あー、見えへんわな。
ただに周りのその頼むぞ頼むぞ頼むぞ黄色とか赤とかレインボーとにかく俺でもハンマーがいいんやろこのエンジンがなぶっちゃけぶっちゃけハンマーがいいわってなハンマー頼むぞハンマーハンマーバキえおおおうわぁ武器や装備できんってえ、でも武器いや装備できん誰もおれへんユミおらんねんギガレユミおらんもん出たけどユミおらんねんって俺いらんってあ、強い強いよこれえだユミおらんから一緒なんやってえ、めっちゃ強いめっちゃ強いやんでも使えるやつおらんねん俺おらんねんだからえまだレベル最初上げなさなかったんだけどあー、それきついうわぁもうきついってこれ爪とユミと爪とユミとムチかこれってなんか爪と弓と何だっけムチかながいらんのの3つはもう職業的に合わんわけよだから武器交換とかもできひんの無理やなだからレベル1から上げ直さなあかんっていうわきつ無理やでレベル1からやばいもう600個使ったやばもう2回2個600個使ったやばやばい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 すごいな600個ってそんなええ重みがわかりますねあ60万ぐらい使った感じやないやプライベートではいやプライベートで60万ぐらい使ったいやそれが気持ちやほらほんまに気持ち60万やもんいやもう60万が減った気持ちやもん2回の価値でそう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 だってこれが俺のなんかひどったなだってこれが全財産やから俺の5100個が60万ぐらいの価値があるからそれ全然はあやばいぞこれマジで100万いくか100万課金かもうやばいなこれ気持ち100万課金いくかじゃあもうこれ気持ちって気持ち100万のもう言ったらお金使っとんの一緒や俺からしたらああ100万が消えていくかもしれん余裕持ってもうあれやからでももう一回星4出たわけやろいやいやそのどうでもいい出てんねんからあんなあんなもいらんねんってだって一生使われへんわけやろ一生使われへんねんいや使えるけどまあその職業変えなあかんからもう意味ないってこと意味ない今では今はうんもしうわ来た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 いやーあれあの意味かっこいいね来るんじゃ無限の意味2回半いるじゃでもいやでもまだまだこれ1回行ってみよう金これ演出なほんまえおおおなんか赤ええ来たんじゃなんか赤かったんじゃほら色違うやろえ一緒じゃないいやちゃうちゃうちゃうほら明らか見てえあの周りこれ来たわ確定確定ですどえうわぁ普通やんけよ普通やんけよウィングエッジいやでもウィングエッジはこれ剣じゃないブーメランえなんか2個あるやんこれパワフルスローめっちゃ攻撃力弱いやんサブやなブーメラン弱いやん武器が来たわけだな。ああ、もう来て、まあ、確かに武器の連鎖来た、確かに。っていうことはもうこの勢いで次は。いや、この勢いで行こう。剣いや、メタスラ3個だけで、もう100万。120万いくか。120万目か。いや、こっから先120万もっと高くなるな、これ、ほんまに。これ、どんどん使われるな。いや、これきついで、ほんまに。武器欲しいんや、武器。武器欲しすぎるって、ほんまに。冒険者の憧れって書いてあるもんな。頼むって。憧れやって、憧れ。頼むって。くれ頼むぞ聞かせてくれああ、一緒やん、これ。うん、でも、でも。さあ揺れた、めっちゃ揺れた。さあ、これドンうわぁ星3だえ、結構これ割合、え、4回引いて星4が。まあ、1回普通ぐらい。ああ、まあ、普通か。まあ、3分の1で。弱っ剥がれの兜。弱すぎるって、もう、せめて星4出ろよ。最低でも、あと2回で。2回で星4武器やか、星4防具が欲しいよな。頼むって、武器やな、武器。もうこれ頼むって、ほんまにこれ10年から良かったんちゃうレジェンド来てくれや。ここでレジェンドされるぐらい。でも勝ちやろ、もう。5回目で !5 パック目で大体遊戯王とかでもええやって、まず引くからな。まあ大体5パックやな。奇数やから基本的には、ベイドギって。じゃあもう。ということは、決めちゃいますけ。来た。おちょうど3900。決めちゃいます。3で割れるやん。お、音が。えなんか音したぞ。ここ頼むわ揺れております古今東西嘘これ八方美人八方美人あんま良くないな頼むってマジで頼む頼む頼むって大当たりじゃろ大当たりこの鍵穴をま揺れてくれやっぱりあくやっぱ自分が跳ねたらいいんじゃないもう最初から跳ねてみねえか跳ね穴の扉ほらほら結構反動やろえいおっうわうわこれ無法者無法者うわでも星4ほら、跳ねた、ほら、俺が跳ねた、マジ。星4とか。え、なんかついたやん、しかも。いや、まあ、それは基本的についとうけど。基本的に、だから、跳ねたらいいんやって。これでも別、そんないらんからな、今。やっぱり、これ、無法者。自分も跳ねてみたらいいんじゃない？かっこいいけど。俺が跳ねただけでこれなわけよ。結局。いや、もう武器なんやって、結局。結構減っとうからな。やばいな。何回引いたん？ 5 回。もうこれでも俺、3000個まで出んかったら、もう10年いくで、俺。ああ。逆にも。あと2回引いて。逆にそれ10年いけっていう、その、落ちたれと。神様が。あんだけ単発で引く言って、でも、やっぱり、ここで見たいとこやわな。そうそうそう。いや、頼むぞ、ほんまに。来るっしょ。3で割れるぞ、これ。3で。メタセラの剣引いてもいいかな？いいと思う！どっこ、よろしく！こ、えぇー！えぇー！えぇー！もうやっぱそんなん。いや、まず誰でもいいとも言わへんかった時点であかんわな。
いや、お前言えよ、じゃあ。お前の話やろ、こんなもん。しゃべらすぞ、お前。いや、もうラストやもん。えマジでこれ、もう金だろって、もう、ほんまにもう。もうないんやって、ジェーム。名人の方が一回跳ねてみたらいいんちゃう。俺が跳ねて出たわけさ。まあまあ、前スタイル。ああ、じゃあ一緒に跳ねて、シーソーみたいに跳ねたいんじゃん。順番でこうやって。こうやって順番で天秤みたいに。バー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 って。一緒に跳ねずに。じゃあ、ヒント、次行ってよ。猪木ボンバイのリズム入ってないじゃん。猪木ボンバイ言えんねん。いけるよ、それ。それちょっと頼むさ、俺も猪木の気持ちって。闘魂中に次行ってよ。闘魂中にするわ、俺闘魂中にするわ、ほんまに。自分にや。そうそうそう。この人差し指で闘魂中にするわ。うわ、来た。闘魂中に。もう跳ねないお前さ。いきます。猪木ボンバイ言え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 。猪木ボンバイイエイ、イーノッキボンバイイエイ。あ、引けやお前。あ、引けやお前。いけー。マサ引く。いや、もう頼むわ、ほんまに。マサさんがいつも、いや、マサさんの彼女の鍵穴にぶち込んどみたいに。何言っとんねん、お前。引けよ。ぶち込んでいくぞ。闘魂注入。おおえ、うわー、やばい。武器、武器やこれ、武器。あかんないだっけ、これ。いや、これ、だいぶ、だいぶ装備できるはず。あ、じゃあ、ええやん。いや、でも、持っとんねん、だから。主人公の武器が一緒なんだけど。ラリフォー持ってん、これ。お、扇の場合でも強い、これ。やりってま、やりってま。でも星5ほんま出えへんな。いや、もうこれ出えへんかった。意味ないって、これ。猪木以上のプロレスラー。主人公が弱いからさ、もうこれ。これもう行く？行くんけ。行くしかないもう3000個しかないやん、もう。お次でしょ。お次やって、こんなん。もう行く？いや、こんなん行かんのさっきはもう。こんなん、どうせ持ったんで行かんの一緒やんけ。ああ。いや、もう次のイベントで。いや、多分これも多分、キャンペーン今はもう、リリース、リリース期限で多分、ジェム、1万個くらいくれると思うんや。ああ、楽しいね。そこ1000万ダウンロード行くやろ。そんなん言う？行けよ !1000 万ダウンロードそこ。来た！うわ！ 10 連引き！ドン！うわ！いけ！よし！行くぞって感じで。行くぞ！もう入るんけ！入るやん、これ。サマーウォーズを俺は見た。よろしくお願いしまーす！エンターキーを！サマーいき！やめろ、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 うわぁ！待て、あと8回あるぞ、まだあるぞ、まだあるぞ、8回もあります。待てよ、落ち着けよ、落ち着けよ。頼むぞ！はよ！来い！おい！おぉ！来た！来た！おぉ！無知！うわぁ、無知か！誰もそびいらん！えぇー！うわぁ、無知！えぇー！これマジかよ！まだ！まだある！いや、まだある、まだある。はよ！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 おぉ！来た！なにこれ、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 ボンドない帽子や帽子、うーわ、いらん。なにこれ、ちょ待って待って、ゲンマサークルと、いや、跳ねろ跳ねろ跳ねる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 跳ねろ、やばいやばいやばい、ええやばい、6個目ぐらい、こっしゃんがハイドラのズボンいらんて、こんなんハイドンな、ダマよ、ハイドン跳ねろ、2回ろ、2回来た、いや、やばい、やばい、爪いらん、ええ、マジでカイザやばい、跳ねなか、跳ねて、あと5、跳ねよ5、4回跳ねる、あと4回ぐらい、うわ、やばい、あと、そう、あと4回ある、鉄髪までてきた、3回ぐらいかな、頼む、にゃ、うわぁ、おぉ出た、オッケー、来た、オッケー、来た、よし、最低限これ以上のものは2回、2回、うわぁ、もういらんて、こういうなんかもう一個ら、何が魔法使いのズボンや、もう一回、もう一回、おぉ、ラスト、おぉ、来た、うわぁ、持っとるやん、これ持っとる、もっ、あ、持ってへんやん、持ってへんやん、あと一回、おぉ、おぉ、おぉ、来た、うぉ、おぉ、ブーメラン、ブーメラン、あー、持ってないけど、あと一回あるよ、あと一回。うわぁ。わぁ、星5。で、これ使いたいって、これ。強いんじゃない？強いやろ。42。え、総量打ちってこれ、ええやつや。何なんこれ。いや、2回連続攻撃やろ。ええやろ。威力100。でもこれ誰もできひんやろ。多分できんが大事だけどな。いや、そう考えたら。プラチナ？メタスラ。いや、ちょ、待って待って、どうしようこれ。うわぁ、どうしようって言うよ。いやいや、これもう、とりあえず、一旦。一旦でも装備やる。得意武器が、ほら、探検奥義ブーメランやん。ブーメランあるやん。まだ。やりこんやろ。ああ、ないわ、ムチ。ないんやって、ムチが。あ、でも、ハンマー。ハンマーとりあえず装備やろ。いや、ムチどうしよう。いや、ハンマー、ハンマー。まあまあ、言ったならムチどうしようか考えた方がいいやろ、これ。いや、星5なんか、だって、プラチナハンマー見てよ。プラチナハンマー見てよ。なんか持っとん、これも。もう、すでに、今日がすでに時点で強いからな。すでに。おぉ、B。シールドブレイク。強いんやろ、これ。180、威力高っ。え？ 40% で守備力結構やばいな。これ強いわ、これ強いわ、強いわ。最大 HP プラス10やもん。いいの当たります。強しけ。これは、お、これ逆言ったら、選べるよ、自分で。ああ、ええな。うん、これだからもう。攻撃呪文もいけるやん、これ。そう。強っ。これ絶対いるやろ。いや、いるけど、でも。いや、これ絶対誰か転職するべきやって、これ絶対に。だってそんな星5武器なんか手に入らへんもんな。どっちや、ちょっと転職見よう。転職ちょっと。転職ってでも、転職考えたら、僧侶絶対いるやん。無知どれ？無知、無知装備。あ、魔法使い、無知って。え？あ、もう無知や。おぉ。
あとはレンジャーかと。レンジャー魔法使いかな。だって魔法使いのインテリハット持っとうから。あー、攻撃呪文特化系。これ多分踊り子やわ、転職するとしたら。あー、転職の春もったいないけど。結構これ中2のこれもやるしないんじゃない。えぇ、ー、無知といえば女やろ。まあ無知は女やな。でも星子武器が、いやまあそれ使えへん。そうやそうや、もったいない。序盤の星子武器なんかもう、え、次まだガチ引くのめっちゃかかるわけやん。そうやで、俺も本気でレベル上げるわ。ちょっと一回もうガチでやる。いやいや、やるしかないって。これも本気、いやもうこれはだって誰にせない。星子なんかほんま出えへんからだって、マジで。いや魔法使いやろこれ。無知。じゃあ一回やってみてよ。それでレンジャーの攻撃高いんかこれ。あ、高いんか、レンジャーの方が。でもレンジャー、これ魔法使い、攻撃魔法も高いって、これ。あの武器で。なら、でもこれギラか。ギラとギラか。レギュラーはなるやん、ギラが。ギラどれが強いんや。敵全体ダメージか。もうしゃあないんじゃないかな。レンジャーが魔法使いやけど、まあ、魔法使い。でこれ攻撃魔力ばっか上がるよな。攻撃は上がらんじゃない、別に無知。関係ないこれ万能型やもんな、俺。あ、得意武器装備時力プラス5や。本来これが一番無知で一番強いんやって。あ、レンジャーは。どうしようかな。ブーメランも使える、弓も使えるし、全部さっき手に入れたら全部使えるやん。これだったらもうブーメラン、弓、無知全部手に入れたからな、武器。でもそんな別に一緒じゃない。あ、まあ一緒か。だってもうあの無知が絶対使いたいから。無知なんで使わへんの。無知他は無理な。使えるけど上がらんわけよ、能力が。ああ、踊り子。いやマジか。どうしようかなということで、どうしようかな。序盤でのこれな、この職業迷うわ、これ。でも絶対使いたい。この武器って何なんこいつの今の。いや、パピオンやろ。パピオンって何が上がるん。探検、探検。でもまあ無限の意味でも強いよこれ。奥義も強いし。ああ、これもだいぶ強い。だって、え、そんなん上げて、そんなん別に得意じゃなくてもそんなん付け出した方が上なんじゃない。まあそらそらそら。でも結局得意なの使った方がいいやろ。もう無知を持ってんから。星5、星4は多分手に入ると思うんて。でも星5は多分な、当分手に入らんと思うね、多分。迷うな、これ。だって星5はだって、引ける回数が限られとるからさ、課金せんかったら。それをせっかくゲットしたのに、だからこれプラスも高くなるし、これ。普通に。で、しかも、サブスキルもいっぱいつけれるし。はぁ。これは持った方がいいと思うんやけどな、絶対。誰か使った方がいいと思うんな。装備させたいな。だって、うわ、ほら、めっちゃ強いやん、ほら。無知全体攻撃やのに、もう。こんな強いんだよ。得意武器でも何でもないのに。でもな、変わらん。なおさらじゃあ攻撃系の方がいいわな。そうやね。でも呪文が強い方がええんか。で、いや、呪文も装備で上がったわけ、ほら。攻撃魔力プラス中。プラス中で。いやー、どうしよっかな。でも攻撃魔力8上がったわけ。上がったやな。ほら。見て。上がりすぎやん。これインテリハットでめっちゃいいだろ。星5の武器やからな、これも。インテリハットっていう。やば。こいつ星5じゃ2個持つことになるやん。そうそうそう。だからめっちゃ強いんだから。普通に。あー、一番。だから多分これ魔法使いの攻撃も得意。でもめっちゃレベル下がるよな。まあ、すぐ上がるレベルって。いや、上がらんで。うわー、ここで上げたのに。いやー、まあでもぶっちゃけでもな、これ。回復か。レンジャー、レンジャー回復ないな。なるほどね。迷うとこやけど、まあ、レンジャーかー。レンジャーは何なんこれ。回復、あ、回復系の技をもう覚えると。これ癒しの風回復やな、これ。全体回復やろ。小回復やからな。まあ、ホイミは別にセットできるから。なんかホイミは誰でも覚えれるねん。いやー、もうちょっとほんまになんかパーンって言う欲しかったな。剣が欲しかったっすね、やっぱ。で、魔法使いしかないから、やっぱり。でも攻撃もインテリアットと合うんがこれやしな、もうどう考えても。うん、でインテリアットを絶対装備するから。で、これで装備を変えて、まあ、他はぶっちゃけもプラチナマとか、まあまあ別に。やっぱ一番はこれがやっぱやばいからな。無知が、無知がやばいし。服とかは当たってへんの。服はな、あ、無法者。天使の鎧、今ベスト素早さが、まあ、無法者が一番強いけどな、どう考えても。素早さ。まあ、これはでもまあ、あれやろ。まあ、4当たったやん、4。4当たったけど、これ別にいらないの。魔力下がるし。ああ、そうやな。下がる。だから、これで、で、スキルをセットした方がいいわけよ、これ。え、でも星5って結局1個しか当たらなかった。そうやで。やばいな。え、何個使ったあれ全部で。いや、だってめっちゃ5100個あったから、多分、全部で。17回。17回で。確率。17で 1! これ前10回で3やったのに。低い。そう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 。やばいぞこれ。外して。いやー、これあれなんじゃね。やっぱりこのバスターウィックに補助特技でセットして、まあ、これでホイミセットできるかな。あれ、あ、特技ってこっちなんや。螺旋打ち、何これ。あ、ムチ技持っとったし俺。ほら、おお、でも強いな、ムチ技で。ここに呪文できると。無知専用。あ、もうほんまアタッカーなんや。バギマいけるやん。うわ、これ強いな。お、やば、レベル1バギマ。
や、これ結構強いです。すげえ。バギマ。ギラ、もう全体攻撃ばっか持つやん、これだから。超アタッカーなるだろ。これ絶対強いやろ。まあ、強いやろな。うん。最強やろな、今。いや、やばいな、これ。現状最強のアタッカーできたわ。うん、で、しかも、まあ、ハンマーもゲットしたし、僧侶を、いやまあ、僧侶はもうこれで武器。ね、え、僧侶に何が装備できたっけ、僧侶。僧侶の装備何やったっけ、これ。槍か。槍か。まあまあ、やりやりようか。やりやりやり当たってないけど。まあまあ、コンはこれだよ。じゃあもう、弓とかあの辺も全部もう、持っとくだけ持っとって、なんか、なんもならんってことか。いやー、もったいないいや、まあもう、しゃあないな、これ。でも、しゃあない、しゃあない、しゃあない。マジかー、でもこれでも、だいぶ強かったよ、でも。いや、でも、これでも、プラチナハンマー。逆にも、あれだったもん。もう、ハイスの陣みたいな。あー。なんかもう、ガチャ引けへんかった。全部引いだったもんな。そうそうそう、もう、いっとったから。逆にも、もうええわ、みたいな。これめっちゃ強いな、でも。いやー、かっこやな。似合っとけよな、ハンマーが確かに。すげえ。ハンマー片手で船乗りっぽい。これで4装備になったみんな。無法者の方がいいんかな。守備下がるけどな。あー、玉鋼の方がいいかな。素早さ。玉鋼夜下あるやん。でこれもっと、これスパイカーも持っとうから。あー、そうかそうか。だからこれこっちに無法者つけた方がいいかも。あー、むっちゃ、あれか。あー、プラス上がっとうからやろ。だって4やん、こっちの方が。ほんまやな、こっちの方がいい。直球より絶対上やろ、ほんなまあ、これの最強やな。バリカッコなんだよ、見え。かっこすぎやろ、こいつ。もう、無法者やろ。こいつ、ほんまかっこやな。あ、これ、玉鋼で飛びできるやん。あ、でも、え？あ、魔力触るだけか。回復魔力触らんの。あ、それもプラス上がったよ。まあ、攻撃魔力いらんもんな、だって見て、こいつ。僧侶やから。玉鋼の方が絶対いいやろ、これ。そうやな。攻撃魔力いらんもんな。いらんな。なんもわず使わへんのとしたな。あー、オッケー、回復魔力ね。はいはいはい。めっちゃ攻撃高いもんな。やばいな。攻撃魔力80。化け物やからな。まあまあこれで行くしかないんじゃないかなっていう感じできましたね。いやだいぶ強なった。頭なかった。あ、頭当たったやん。ゲマサークルって何これ。おお、魔力上がりた。あ、インテリ、インテリ持った方が無理や。じゃあこいつけ。こいつか。こいつの、これの方が強いやろ、絶対欲しいやん。まあまあそれは強いやろ、そうしよっかこれ。よし、バリカクなったやん。うわ、ほんまや、こんな感じで出てたやん。逆に腰ちゃやもんなこれ。親方、親方、バリカクなったやん。あっとはね、この感じで。センターでちゃんと分かれとうっすね。いやもうガチャおもろいけどな。ガチャおもろいけどあれやな。いやいや、まあまあまあ、ちょっと渋かったな。まあ、最低限のあれは、最低限、まあ、最低限武器は手に入れたし、最低限これも攻撃時もセットじゃなかんのか。なんかいいよ、いいよか、いいよか、ギラやな。あー、これクロスブーのセットあるね。いいよとブギラやったらいいよの方がやばな。そら敵全体に爆発やろこれ。火のダメージ、うん、炎、まあ、爆発もちゃうんや、まあ、ギラ持っとうから魔法使いはいはい、いいよ、へいへいへい。いやいや、でもだいぶ強いぞこれ。いや強いよ、星5の武器って、うん、いや、やばいっすよね。最強クロス、パーティー的には強くなります。プラチナハンマーをゲットして、プラチナハンマーゲットでかいな。まあこれスロットないのがでかい、痛いな。でも1個、うん、まあそうやな、その分強いんやな、これ多分能力が。うわ、これとかめっちゃスロットあるもんな。クジャクの扇、これ多分これ、めっちゃええやんこれ。星4にしたらだいぶ強い。だってラリホー、これ扇の前もだって複数攻撃やからな。忍者カッターまだ通しな。これ攻撃何倍だっけ。43高いな。でも高いわ、ハンマーは。まあ、これはもうやばいな。まあこれね、ちょっと強化してね。いやいや、強くしようと思う。ちょっと長くなったんですけどね。まあちょっとね、興奮冷めやらない。目指すら欲しかったな、1個ぐらい。いや、あー、当たってもよかった。17回やったからな。やばくないですか。よかったよ、当たってもなってぐらい。まあでも、ええわ。まだまだ、とたまるやん、このジェル。まあまあまあジェムか。ジェム、まあたまるから、結局たまるから。まだ言ってもリリースバックしたばっかやから。徐々に、なっていって、強なっていって。やっぱそこはおもろいとかや。でもこれ次あれやわな、なんかその踊り子の装備だったらめっちゃイライラするやろな。いやー、うわーあるやろなこれ。うわーあるやろ。なんで踊り子当たってんねんみたいな。でもまあ踊り子すぐ転職できるにはレベル高かったら。でもまあこれもうムチもあるから、どっち使うかってなるから。迷うとこやな。いや、もうムチで行きたいやろ。うわ、もうここまで来たら。だってこうなったら、まあ、じゃあ攻撃魔力高いのはこっちやからな。魔法使い系僧侶別に書いてもよかったけど、まあええわ、これだけ。うん、でもまあホイミいるもんな、誰持ってへんから。まあいるんじゃない、やっぱ僧侶は。いやー、まあこれでね、ちょっと戦っていこうかなと思います。ということでね、レベルがまあほんま上げなあかんわんだから。いやあいつの位置になったから。おもろいな、星ドラ。おもろすぎるな。経験値1万か、1万経験値貯めりゃいいんか。あー、まあでも1回の戦闘で100ぐらいだから、経験値100回100週間だいぶやらなかった。やっとったらええんじゃ。だいぶやなだいぶやなこれ1万って。100週、まあ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 、100週か、まあ、どい。でもこれからまあメタスラなかったら100周ぐらいやな。メタスラで2000ぐらいだったもん、経験値。まあでもその武器の手に入る方が少ないわけやから。いやいや、まあまあまあ、これはまあ時間やからまあこれはもうしゃあない、地道に。でもこんな強い武器としてはもう装備せざるを得へんや。うん、やっぱ使いたいしな。いやー、でもまあ面白かったですね、ガチャ。うん、まあこの緊迫感すごい。やり直しが効かないっていう、その言ったら前やったらよく課金とかしてたんですけど。確かにね、もうどうしようもないもんな。もう昔だったらもう速攻課金してやったそう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 、
それはできないっていう縛りやばいですね。まあこの今のやつでまあやっていこうと思うんでね。まあまあ今後も楽しく星空実況していくんで、ぜひ今後見てほしいなと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。